1025年バシレオスに生没時のマケドニア王朝東ローマ帝国の藩とマケドニア王朝は東ローマ帝国中期の王朝867年にマケドニア地方生まれでアルメニア系農民出身のバシレオス一世がクーデターでアモリア朝三代目の皇帝ミカエル三世を倒して皇帝に即位し新王朝を開いたバシレオス一世の子孫からは 法律や行政に優れた、レオン六世や、文化人として知られた、コンスタンティノス七世、様々な軍事的功績を挙げた、バシレオス二世などを輩出し、政治、経済、軍事、文化などの面で、東ローマ帝国は、躍進を遂げた。バシレオス二世、コンスタンティノス七世の息子ロマノス二世の未亡人、テオファノと結婚して定位についた。 軍人皇帝ニケフォロス2世イフォカスは、アンティオキアを、約300年ぶりに、イスラム勢力から奪回し、ニケフォロスを殺して、定位を散脱した、ヨハネス1世イツイミスケスも、ブルガリアやキエフ大公国軍を破り、シリアパレスチナを制圧した。ヨハネスの死後、実権を取り戻したロマノス2世の息子バシレオス2世は、東西で戦いを進め、1018年には、 宿敵第一次ブルガリア帝国を滅ぼして、ユスティニアヌス一世の時代以来最大の半島を実現。バシレイオス二世の下で、南タリアバルカン半島、小アジア、北、シリアアルメニアを支配する、東地中海の大帝国として、東ローマ帝国は最盛期を迎えた。しかし、バシレイオス二世が後継者を残さずに没した後は、 強楽的な弟のコンスタンティノス発生、ついで、コンスタンティノスの娘添えの結婚相手が相次いで皇帝となったが、無能、老齢病弱な皇帝が続き、農民の貧富の差の拡大や大貴族勢力の伸長財政破綻、トルコ人の侵入といった問題にも有効な手が打てないまま、帝国は衰退し始めた。1054年には、 コンスタンティノーポリス教会とローマ教会が完全分裂し、西洋との関係も悪化した。1056年に女帝テオドラが没し翌1057年にはテオドラの養子ミカエル6世ストラティオティコスが反乱で失脚したためにマケドニア王朝は断絶。以後30年近くにわたって内乱や外敵の侵入が相次ぎ、 アレクシオス一世コムネノスによって立て直されるまで、東ローマ帝国は滅亡寸前の状態となった。この時代の東ローマ帝国は、それまでの実力主義的で身分的な上昇が容易な社会から、血統を尊重し身分の違いを重視する傾向が生じ始め、また同時に、地方での軍事貴族の勢力が拡大し始めた時期である。そのため何度か、 レカペノスケやフォカスケなどの軍事貴族の出身者が皇帝となることがあったものの、軍人出身の皇帝たちはむしろ、マケドニア王朝との遠赤関係の構築により、自らの即位を正当化し、正当な御子を名目的な共同皇帝として残さざるを得なかった。彼らはいずれも自分の実施に定位を伝えることはできなかった。なお、ギリシャ人は古代以来、 姿勢や苗字を名乗ることはなかったが、9から10世紀頃から苗字を名乗るようになり、軍事貴族たちの多くも、レカペノス、ツミスケス、ドゥーカスなどの苗字を名乗っていた。しかし、マケドニア王朝のメンバーは苗字を名乗っていない。農民出身のバシレオス一世にはもともと苗字は、なく、その後の皇帝、皇族も、ただ自らの高貴な血統と高い借位さえあれば、 あえて名字を名乗って、自らの家系を他と区別する必要はなかった。一方で、軍事貴族の中には、恩賞として、先祖の名前を名字として付けられた場合もあった。コンスタンティノス7世は、先祖バシレオス1世の父は古代アルメニアの、アルサケス朝の子孫、母は、コンスタンティヌス1世の末裔という噂がある、と書き残しており、 エドワード・ギボンのローマ帝国水防止もそれを元にして書かれている。これは皇帝となった後で作られた伝説に過ぎないという見方がある。一方でヘラクレオス王朝やアモリア朝に倒されたレオーン五世といった同じアルメニア系である東ローマの王朝や皇帝については経緯付けに利用していない。少なくとも属テオファネス年代記においては バシレイオス一世の父方祖父は、イサウリア長考期に、コンスタンティノープルにやってきて、アルメニア人が多いアドリアノープルに移住した、マイクテスという人物であったとしている。また、バシレイオス一世の両親は半貌期には、いわゆる季節労働を利用していたことが、司書から伺えるので、少なくとも、貧能ではないという見方もある。中、強い協調のものは、 バシュレオス一世の子孫。それ以外は、バシュレオス一世の血を引いていない。ありがとうございます。